皆さんこんにちは、評論家の荻上チキです。今日紹介する本はこちら、その科学があなたを変える。これはですね、実際に、社会心理学や心理学を研究している仲間から紹介してもらった本なんですが、一見自己啓発書のようなタイトルでありながら、中身はしっかりとした科学の本なんですね。これはどういった本なのかというと、そのリチャード・ウィズドマンっていう著者の方が、実際に友達から相談されたんですね。世の中にたくさんの自己啓発の本があるけど、結局何が正しいの？で、ワイズマンは答えるわけです。ああでこうで、ああでこうで。そしたら友達はこう返す。いろいろ話したの分かった。結論を10秒で教えて。そういったようなその短期間で、科学的な事実を知りたいという方に向けて、今の心理学では何がどう分かっているのか、それを自己啓発を読みたいという方に向けて書かれた本がこの一冊なんですね。例えば自信を持ちたい、仕事で成功したい、あるいは過去の、自分の人生の生き方というものを改めたい、そうした人たちに向けてどういった行為を行えばいいのかということを書いている本。この本の中で提唱されている一つの概念があります。それがAs ifの法則なんですね。As ifというのは英語の As if、 要は、何々かのようにというような言葉ですね。この As ifの法則というのは、要は行動とか振る舞いとか日常の慣習、そうしたものをあたかもポジティブかのように、あたかも偉いように、あたかも自信かのように振る舞うと、それによって結果として実際にメンタルや実際の成果というものが追いついているということなんですね。例えば20秒間笑ってみる。そうすると脳内物質で幸福に関する物質が排出されたり、あるいは実際にその笑顔を顔に出すことが、ルーティン化されてくるので、そのことによって人とのコミュニケーションの際に笑顔を出すことが自然になるといった、そうしたような事例というものが紹介されているわけです。あるいは、街を歩くとき、例えば皆さんどう歩いてますかね。前かがみになってちょっと猫背で歩く、あるいは胸を張って歩く、いろんな方がいると思います。映画の中に出てくるチンピラの歩き方を想像してください。手を開いて胸を開いて、まるでこう動物のように、そして自分が周りを威嚇しているかのように歩きますよね。あの歩き方というのはとても合理的なんです。というのは、自分がとても自信がある人間だということを周りにアピールすることができる歩き方でも、あの歩き方をすることによって自分自身にも自分は自信があるんだということを確認する行為になるわけです。だから例えば家で仕事をする際には、机に足を乗せて、あたかも学校で不良がやるように振る舞ってみる。そうするとどうでしょうか。リラックスして、しかも自信が湧いてくる、そういったような行為も確認されているんです。だから街を歩くときにちょっと胸を張ってみる、笑顔を増やしてみる、そうしたような行為を重ねることで、実際に心理的に自分がある種の成功するようなパーソナリティに近づいていく、そんなことが紹介されてるんですね。世の中にはいろいろ心理学であるとか、あるいはそのサイコロジーであるとか、メンタリズムとかあるとか、いろんな言葉というものがこう広がっていて、そうしたようなものを案内する本というのがたくさん書かれています。でもそうした本はいろいろな論文をつまみ食いはするけれども、実際に根拠立てて語られているものというのが意外と少ないんですね。そうした中でとにかく何か一冊読んでみたいという方にはこの本がおすすめです。ぜひ手に取ってみてください。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。